座らないのよ。10月生まれは、はい、何日ですか？4日。きぬ、かおりちゃんも4日。ほんと、じゃあどうぞ、これプレゼントで、はい、じゃあ、くれないかな。そうなのよ、今日いらっしゃって、ありがとうございます。いや、4日はね、すごいんですよ。北島三郎さんも4日なのよね。え、そうよ、10月4日美人が多いのよ。あ、おめでとうございます。ぜひお家に飾ってくださいね。あの4日誕生日で、かおりちゃんもめでたく25歳になりました。あら、そうなんですか。ぜひこれからもよろしくお願いします。はい、ミトコンも前焼きでございました。これからのね、ちょっと私のスケジュール、来月の11月の22日の金曜日、歌手協会のですね、秋の歌謡祭がございます。今年は五反田ユーポートということで、22日の金曜日夜の部で出演いたします。まだね、出演メンバーが決まったばっかりで、何歌うか決まってないでしょ。自分の歌かもしれないし、他の方の歌かもしれないし、今からということなんでね、もし皆さんお時間のある方、まだチケットが来週から発売ということなので、ぜひ22日五反田ユーポート夜の部に、歌手協会の歌謡祭に出演いたします。秋の歌謡祭は豪華メンバーばかりが出演する歌謡祭なんでね、ぜひ皆さんスケジュール入れといてくださいね。ぜひよろしくお願いします。ぜひ、じゃあそんな方でね、皆さん今日は本当になんか真夏のような暑さになってしまいましたが、大丈夫ですか？あのみんな、かおりちゃん今年暑かったから大丈夫って、ほんと新曲キャンペーンでね、ずっとこの夏は動き回っておりましたが、夏バテもせず痩せもせず頑張ってとりあえず夏を過ごしました。またこれからもね、頑張っていきたいと思います。そして夢つぼみ、本当に元気じじしの歌となりました。この元気でね、もう嫌なことも吹っ飛ばして皆さんにはいただきたいと思いますので、ぜひ夢つぼみ、応援をよろしくお願いいたします。じゃあ、先ほど鼻が光ってしまいましたが、初めての方はなんだかよくわかんないと思うんですがね、初めての方ぜひ必見でございますよ。面白いですよ。ぜひこの後楽しみにしていただきたいと思います。じゃあ続いて、もう一度最後にね、この夢つぼみも言ってみたいと思います。じゃあ皆さんもぜひもう覚えたと思いますんで、ご一緒に歌ってください。新曲夢つぼみです。お願いいたします。